どうも、生涯収支マイナス3億円分です。本当です。明日ですね、札幌記念と CBC 賞、開催されるということで、ちょっとまあ本気の競馬予想していきたいなと思いますね。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は生涯収支マイナス3億円分なんで、来ません。エルメテレシクエリ。僕が買わんかったら苦しい。買ったら来ません。なんですけども、予想は本気でやりたいということで、明日の札幌記念と CBC 賞の本命発表したいと思います。まあ、と言いつつなんですけど、先週は当たってるんで、大的中してます。だから、潮目が完全に変わったと。ね。的中が続く、連続的中もこっからプラスに転がっていくには、先週がきっかけやったと。で、先週は、まあ正直取り紙やったんですよね。にしても、その、的中は的中なんで、で、今週やっとプラスに講じると、いうことですよね。うん、で正直めっちゃ自信あります。特に札幌記念楽勝やよこれ。ああ、まあな分取り紙があれなんですけども、じゃあ発表しましょうか。札幌記念と CBC 賞の本命は、まずは札幌記念、11番プログノーシス。リスニング。はい、もちろん11番プログノーシスです。っていうかまあ単勝1倍台なんやっていう、そこだけですね。ちょっとそんな人気今するかっていうことですね。まあね、去年ね普通に圧勝してるんですよね、プログノーシスで。その後のもう活躍しまくりで、あの強なってるし、去年よりで言うと臨戦過程が去年と一緒っていう、あの同じルーティンでこう臨めてるっていうのもなんか結構不足なしなんですよね。川田ジョッキーで楽しみなんですけど、あのまあ調教はもっといい馬はいたりとかはするんですけど、でも問題なくプログノーシスじゃないですか。買い目発表します。もうちょっと絞りたかったけど、まあでもこれええとこやろ。あの CBC 賞も札幌記念もあのまあ予告に乗る金ないよっていう方はこっちだけ乗ってください。札幌記念、3連単フォーメーション、1着11、2着3、3着1、2、4、5、6、12、各400円、計2400円。3連単フォーメーション、1着11、2着1、2、4、5、6、12、3着3、各400円、計2400円ということで、ボッケリーニを信頼していると、いうことですね。ボッケリーニが2着3着どっちか入るんちゃうかという予想です。あとは紐ですね、ドゥラエーレでジオグリフ、シャフリアル、チャックネイト、とかトップナイフとか、ノースブリッジとかその辺を広く入れてますと。馬タン流し、1着11、2着1、2、3、5、12、ちょっと買い方があれですね。各800円、計4000円。そして馬タン流し、こっちも買っておきます。1着12、2着11、各500円、あ、じゃあ各600円、計1200円、合計1万円でいきたいと思います。これです、抜け目なし。3連単の1着固定でボッケリーニが相手のパターンと、あとは馬タンですね、の、プログノーシス1着、もしくはプログノーシスが刺されるんやったらドライレーデかジオグリフやでっていう感じですね。以上です。まあジオグリフもね、いいんですよ。復調してきてるというね、 G1 で前線してますから、最近いけそうやなっていう感じです。いやー疲れたな。なんかね、この僕最近の前僕のこの時間好きなんですよ。競馬のこと以外のことを喋ってる時の時間、
これが本当に好きで、よくやらせてもらってます。なんかこう一番素の時間というか、こういう間が空いたりね、なんかはいはい、いやてか先週当たってるから、そのさ、なんかもっと元気に、はい、CBC 賞いきます。 CBC 賞の本命は、CBC 賞な、5番グランテスト、うぅですね。はい、5番のグランテストですね。これはあれか、そこまで人気はじゃなかったかもな。グランテストなんですけども6番人気ですね。今ギリギリ単勝が1、1桁で 9.9 倍、ということでね、グランテストからいきます。まあこのね、ざっと見てやっぱジョッキーが面白い方なんで、中京はね、この日、はい、グランテストと言いつつなんですけども、ごめんなさい、うん、アグリもバリバリ本命って感じ。もうだから二等軸くらいかな、買い方的には。正直、まあでも一応グランテストなんですけどね、うん、あ、まあそうやな、グランテストだけが本命のやつもあるわ。読みましょうか。解明なんですけども、グランテスト、はい、生まれ長し、はい、軸5、相手2、3、6、7、16、各800円、計4000円。ワイド流し、軸5、相手3、11、13、17、各1000円、計4000円。3連単フォーメーション、1着5、16、2着5、16、3着2、3、4、6、11、13、17、各100円、計1400円。3連複5、11、16に200円、5、13、16に200円、5、16、17に200円、計600円。はい、あ、だから賛成、まあまあええか、合計1万円でいきたいと思います。金額を結局全部200円にしたから、5、16で11、13、17とかでもよかったんですけど、はい、これでいきますね。ということなんですよね。ワイド目で狙うのは、相手はバースくらいね、うん、グレートゲイナーとか、はい、いいですよね。湘南白楽、カリボール、ワーナーです、全然ある。まあ、生まれは本命の方は北のエクスプレスからね、入って、 あとはスズハロームとか、うん、ジャスティンスカイとかね、その辺を抑えてるという感じですね。まあ、アグリとか、以上ですね。え、いや、まあこっちも別に自信あんねんけどな、ほんまは、うん、ほんまはね。一番人気は一応今のとこ北のエクスプレスですか。どうなんですかね。いやいやいや、プログノーシスとグランテスト、ちょっと楽しみです。いや、俺ほんま札幌記念は普通に当たると思うから、はい、皆さん買ってください。では皆様、あの神様の予想なんで、だって選手当たってるから、なんか、うん、まあいいか。あれっしょー。